強くならなけりゃ時の流れに負けてしまいそうで動き始めた。歌わせてあげてよ。カメラさんに朝の街角人の空を見上げた桜吹雪のさらいの空へ流れてく白い雲に胸が震え離れる方静かなところはなおさらに募る。俺たちも3番まで歌うことを普通に思っちゃいけないよ。ダメです。忘れられずに開く古いアルバム。全部歌えるかなと思いながら若い日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きる。まぶたをね、サビを谷村さんにも浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと桜吹のさらいの空へいつか帰る その時まで夢は捨てないまぶた閉じれば押しのけてんだね浮かぶ景色が
我要为那个孩子卡卡尔爱了和了萨族萨克拉和武器の絶好調ですね。谷村さん何やってんの。さあやろそらいるんですけどね谷村さんって。ここにいるんですけど。つかかえるけど帰るから。Day night dreamer live on air.So much stress in our variety program. Summer night peace. お天使の日だって違うぞ。違う違う。さん歌うんですよ。それありましたけど電力でしょ。いや電力じゃない電力じゃないです飛行機でもないですから。こんばんは大田原の真珠広島軍の海山地軍人の草有吉博之でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーアシスタントこちら、トップリード和賀です。優しい雨松崎です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もね、24時間テレビ放送中ということで加山雄三さんですよね、まあ、独立国家、戦艦甲信丸国家元首、加山雄三さんですね、はい、正確に言うとね、はいはい、そうですね、毎年笑っちゃうね、最後、24時間テレビのエンディングの、武道館に行かれる前にいつもここ、東京半蔵門 JFN スタジオでリハーサルだけのオープニング、サライを歌ってくださるということが毎年のここ数年の恒例となっております。ここで練習されるようになってから声の伸びがええねっつとおっしゃってましたよ。いや今日素晴らしかったですね。今日すごかったですね。ただやっぱり武道館ずっとお客さんいるからリハーサルするわけにはいかないからね。そこでやっぱり喉開けていかれるそうですよ。非常に今日も約まあ6分ぐらい行きましたよ。大丈夫か谷村さんのリハが心配です。そうなんかね、歌い上げてなかったんで、そうね、はい、ちょっと乗ってたみたいよ加山さん。大丈夫かな、ね、ということでね、サンデーナイトドリーマーもうこちらもですね、まあ、24時間絡みということで、まあ、24時間サンデーナイトドリーマーということで、密かに行って2時間、ね、最大2時間やってなかったの、だとしたら裏かぶりでしょ。24時間ランナーは、まあ、翔英くんということでね、こちらは、はい、ブルゾン着て、ブルゾン着て、いやいや、あいつもブルゾン着てねえわ。ブルゾン着て、マラソンに挑戦中と。いやー、ま、勘違いが過ぎるな、ね、あの人、ま、あのスタート地点がはっきりしてないもんですからね。あれいかんせんね、ゴールはここなんですけどね、ここ半蔵門なんですけど、スタート地点いかんせんはっきりしてないもんですから、うろちょろうろちょろなさっておりますけれども、ね、今どの辺にいるかちょっとまだこっちは把握してないんでね、全国リスナーの皆さんが把握してくれれば、新潟とか行っちゃってましたよ、ね、そうなんですね、なかなかここにたどり着くことがなかなかないんですけどね一応メールをね募集しておきましょうかね、はい、24時間テレビ今年のテーマ告白勇気を出して伝えようということで、今日のテーマはこちら、この24時間の告白、まあ、皆さんも告白をしてくれればいいかな、うんうん、はい、まあ、あと24時間テレビ絡みのことをね、うん、何でも OK ですし、まあ、翔英くんの目撃情報でもいいですし加山雄三さんへの質問、またあと後ほど来てくださるかもしれません。終わったら、かもしれない、終わったら来ていただけますか、はい、いろいろと、お待ちしております。それも当然、ブルゾン CM ちゃんへ のメッセージもお待ちしておりますし、ブルゾンへのこちらもですか。いや最近ファックス持ってない家庭が多いですから、まあ、そうですね、あ、はいはいはい、だからやっぱりここで一回メッセージ受け取って、はい、ファックスにして送ってあげてもいいですしね、武道館のこちらにはファックスありますから、まあ、中継、まあ、なんていうか仲介屋ですよ仲介屋同じやってんですよ裏番組しか裏番組で仲介してるということで、あのいろいろと24時間皆さんの告白ね、この24時間以内での告白ということでしょうかね、うん、まあ、それもお待ちしておりますけれども、はい、
一応手先言っておきましょうかね、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。なるほど、はい。でも今日今たまたま車なんかに乗っててまだ夏休みだしね、車旅行行ってる方もいっぱいいるだろうし、うん、ちょっと驚いたんじゃないかね、本当に。なんか加山さんの生歌かっていうことで、いやそうですね、ちょっとびっくりした。まあびっくりはするでしょうね、ラッキーですね、FM つけてたら、うん、ラジオにレジスタ F の群馬、加山さんのサライを聞いているとふるさとの田園風景が浮かびました、体中からいろんな液体が吹き出すくらいの感動ありがとう。田園風景浮かびますか。すごいな。俺は海の育ちだから。いや、さっき向かってくださいよ。俺は海だから。ちょっとポリックですね。あ、そっか。家のどもがしょうもない想像を働かせて、勝手な妄想を繰り広げて。もったいな。さっきの歌、もったいな。性格は犬どもが、いや犬どもがはやめてください。加山さん、ちょっと犬はちょっとやめてください。犬だろう。いや犬じゃないです。最近は犬風情よな。犬のくせにお前、俺は狼になりたいのっていうやつがいるけど、お前犬は犬だから。いや犬はお前一人で群れから飛び出したって犬だからな。犬がお前群れて。一人でなりたいって言って狼気分で飛び出すだって犬は犬だよ。まあまあそういうのがあるかもしれないですけど、狼に食い殺されて終わるだよお前ら。犬リスナーに向かって犬ってあんまりよくないです。犬いや僕なんで俺らも、ね、目を見て言われてる、目を見てもうって言われましたよ。狼に勝てると思うな。いやもうはい、犬が、はいはい、身の程をわきまえて、はい、そして私はな、はい、虎だ。ほら海の生き物じゃないよ、ね、海にそれ、うん、シータイガーって言われたら、シータイガー、シータイガー、いやもう早く武道館向かった方がいいですよ。ぶち殺す犬を、ぶち殺すのはダメですよ。生き物はあなたの怒られてこうなんてダメですよ。なんでぶち殺しちゃう、それですよね。あ、メールを読んでたのか、ごめんなさい、はい、ラジオネーム東北自動車道 FM 栃木、独立国家更新丸、戦艦をつけろ。間違いないでくださいね、皆さん。更新丸国家元首、加山雄三さん、今年も熱唱ありがとうございます。僕のデータでは加山さんの歌唱は6年連続6回目、来年もよろしくお願いします。ああ6年やってるんですね。まあ6年やったら来年もお願いしますって言われたもね、生きてるかどうか分かんないからな。急にどうしたのお前らがな。いや俺らが俺らがすげえな。殺されるってことですか、この国家。すげえな。恐ろしいわ。恐怖政治。まあいろいろとメールを送ってくだされば、ステッカーとかね、ノベルティグッズというやつですか、はい、プレゼントしておりますので、うん、ぜひぜひとね、はい、まあ個人的ないうことで言うと、まあ、9月2日ですか、来週の土曜日ですかね、ハワイに行った、模様が流れたりいたしますので、はい、それも見ていただければなと思いますけども、はい、あとは何かあるか、加山さんのやつ来てるからちょっと読もうかな、はい、ラジオネーム黒羊、有吉さん、今年で加山雄三スペシャルも6年目、これまでの独立国家戦艦更新丸の歴史まとめました。有吉さんの次にこの日を見届けている和賀さん、松崎さんはどれだけ更新丸の歴史を覚えていますか、ちょっとクイズ出しますね、ということで、独立国家戦艦更新丸の独立記念日は、独立記念日2013年8月25日国家元首出演2年目の最後に日本からの独立を宣言されました。そうだっただからまだ若い国っちゃ若い国なんです。そうなんですね、5年ぐらいしか、ここ数年の、第2問、加山雄三さんは何の実の能力者でしょうか。何の実、まあいわゆる実を食べてるんですよ。なんかあったな、なんかの実の能力、ね、なんかの実だったな。正解はね、はい、腕毛の実です。いやだったらモサモサの実とかじゃないですか、ふさふさの実とか。加山雄三さんがオナニーに使う道具は何でしょう。更新丸ですか。正解はこんにゃく。解説、冷水で一度締めた後レンジで45度に加熱という。ちゃんとしてるのな。こだわり持ってんな。クイズ、加山雄三さんのキャッチコピーについて、牡蠣の空欄を埋めよ。○○の山○○の山○○の加山。
丸々の山、丸々の山、丸々の山、丸々の山。正解、うん、兵器の山、死体の山、殺戮の山。なんだスローガンなんだ。なんなのそれが。キャッチコピー。加山雄三の陸上での移動手段を答えてください。まあ、当然海は戦艦甲子丸、はいはい、それが陸用になるんじゃないですか。水陸両用ってことですか、はい、戦車みたいな。あ、原子力空母、原子力潜水艦ですから。地上はちょっと無理。クルーザーだよ。正解、武装したハマー。あ、武装したハマー。もうそんな空母持ってんのアメリカ大統領が、ね、乗るようなそんなもんじゃないからね。もうめちゃめちゃでかいよハマー。いやいやいや戦車っていうぐらいでかいハマー。でかい車を買いなさい。なんでハマーをでかくするの。武装して有吉弘行が日本刀で加山雄三に襲いかかるも失敗した半蔵門の変はいつ起きた。半蔵門の変、それはだから2014年なのか15年なのか。2014年8月31日の最後の日。要はその日にこれと24時間があったんですよ。要は加山雄三が過去6年で過小した時間、過小時間は今日で6分だから、過去6年では23分、うん、アニメ約1話分の時間。さらに3番まで歌うのは去年ぐらいからですかね、うん、これはまあちょっと公になってる分だけですけども、うん、戦艦甲子丸の元クルー、うん、元クルーである芸能人3名答えてください。誰だ、まあ、これ乗ってた人も3人いるんですよ。でも谷村さんとかだ。あ、違う、あと1人目、元コック有吉弘行。そういうこと、そういうこと。有吉の上官である江角真紀。官房長官の日部正人。本当に加山さん関係あるんだ。日部正人さん知らない。これはまあ独立の時に降りたんだよ俺らは、船を。ああ悪いけどね、国家を作るっていうことで。それはちょっと賛成できないと降りたんだけど、うん、ラスト、加山雄三が谷村新司の好きなところ、谷村新司の好きなところはどこ。ビニボンを集めている。ああなるほど、惜しいな。正解はフェラチオがうまい。あ、黒羊さん、これはエンジェラです。こんなクイズダメよ。ダメだよな。高校生クイズの時期にダメですよ。覚えたかなじゃないの。赤大将クイズ。どうすんだ、兵器の山とか書いたら。面白い。殺戮の山、兵器の山。加山。何のタイミング。さあ、今夜のメールテーマは、まあ、この24時間の告白ということで、まあ、24時間テレビ絡みのね、告白。24時間テレビ絡みか。加山さんの話しかしてないけど。さっきの名言ですね、加山さんのね、本当に、なんか群れから飛び出して狼になったようなつもりの犬がいるけどっていう話。名言の何なんだ、そういう考え方なんだよ、犬は犬ですから。いやいやいや、これ自分の心の名言にしよう。ラジオネームメガネかきき FMC が、今日琵琶湖の周りを走っていたんですが、翔英さん見かけました。おブラックバスをリリースしようとしていたので注意すると、あ、じゃあ食べるって言っていっぱい食べてましたよ。これ昼頃の話です。もうつかねえよ、もうつかねえよ。何滋賀に。じゃあタクシー使ってるからね。使ってもいいか、叶えないよ。タクシー使っていいんですか。そう、もちろんですよ。あのこれはね、翔英あれだから、翔英君ここまでたどり着けるかなっていう。24時間マラソン、24時間走るあの体力なんてあるに決まってるじゃん。まあ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 、そっちは心配してないから、うん、ここまでたどり着く知恵があるかなっていう。知恵がいいあれだから。あ、そうなんだ。そうですよ。ああ、そうだ。それは別にすみません、知らなかった。タクシー使うか飛行機使うか、ここにたどり着いてこいでしょ、っていう。
いやいや、どうやってタレント活動してるわけですか翔英さんって大丈夫、大丈夫、気取ってます FM 群馬、うん、翔英さんですが先ほど群馬県ドイツ村で発見しました。一生懸命走ったらドイツに着いた。ドイツ。ドイツだと思ってんの。パスポートもなしに行けたと思ってんの。やばいな。これだ。でも群馬にいるんだったら、まあ、なんとか。いけそうですかね。いや、いくら翔英さんでも、でも別にタクシーか。タクシーですか。電車乗っていいんですもんね。もちろんですよ。ラジオに上高 FM 香川。翔英さん見ました。翔英さん今香川県高松市のうどん屋でぶっかけうどん3玉食べていますが、食べるスピードが遅すぎて3時間店にいます。いやいやいや、鶴太郎さんじゃねえんだから。遅えろ。いいっす、チャット食えよ。ラジオネーム、ロマンシングサダ FM 福井、福井県鯖江のメガネ工場からお届けします。8時15分現在、現在翔英さんの姿はまだ見受けられません。こちらが大丈夫です。お前中継先が間違ってるよ。なんで半蔵門来るのにサバエに寄るんだよ。神出鬼没だから。現れるかもしれないですからね。そうか。いや、なんでピンポイントで、なんでメガネ工場に、ね、気をつけてください。見たら教えてください皆さんね。はい、そうですね。本当何度か半蔵門に今年こそついてほしい。うん、なんとかね、全然もう何年連続失敗してんだと。全然会ったことないですよね。俺たち会ったことないもん。ラジオネーム、ゼミナール FM 群馬、はい、24時間テレビの応援メッセージこちらで合っていますか。ブルゾンさん最後まで走り切って無事ゴールしてください。応援してます。頑張って。よし、これファックスしとけ。わけわかんねえって。しとけじゃん。FM どっかからさ、半蔵門経由で。ラジオネームは、大道快速 FM 滋賀、加山さん、今度海沿いに引っ越そうと思うのですが、何か気をつけるべきことはありますか。お前みたいな貧乏人が来たらな。いやいや、いいでしょ。金持ちがな、嫌うから、絶対に来るな、貧乏人。住む、住みたいっておっしゃってるんで、ちょっとなんかアドバイスとかないですかね。なんか海に住むにあたって、お前みたいな人間が、お前みたいな土地買えるのか。いや、まあ、それはまあ借りるんじゃないですか。俺の住んでる近所でブルーシート引いて、お前勝手に住まないでくれよ、環境が悪くなるから。いや、別にブルーシートとかじゃないと思うんじゃない。犬どもが。いや、犬何時に住んだろお前ら。いや、いい団地で漏れたろお前ら。団地とかあるいや、まあそう、犬はい。いや、目を見て犬はやめてください。すいません。曲いきます。でも甲子丸の歌でございます。加山雄三さんで甲子丸。ありがとう。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントはトップリードワガと優しい雨松崎です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに参りましょう。はい、まずはこのニュースから。小さま出発遅れの飛行機で熱唱。ずっとやってんね、いろんなニュースでね。歌手の加山、歌手の松崎。すいません。どういうことだお前。いや、そう、ちょっと、ずっと加山さんで30分来たもんで。なんだ、またあれか。じゃあ加山雄三さんが組み木来たらまた追い出すのかお前ら。いや、そんなことはない。いや、そんなことはしないですよ。加山さんのこの心の広さと比べてお前らどういうことだ。いや、すいません。いや、確かにね、追い出します。すいません。ほうぞらと広い大地のその中で歌も日の日か幸せを自分の腕で掴むよ。
歩き出そう。読んだほうがいいよ。ああ、そうそうそう。歌手の松山千春さんが搭乗した飛行機の出発が遅れた際に、機内のムードを和らげるために自らの代表曲、この、大空と大地の中でを機内放送を通じて披露していたことが分かりました。これは千春さん自ら客室乗務員に持ち出たもので、機長も特例で許可、サプライズ歌唱に乗客は大歓声と拍手で喜んだそうです。縛れた体を温めて、生きることがフライとか苦しいだとか、香山谷村松山さんがいる、すごいすごいに育つミュージックソング、花ならば力の限り生きてやれ。覚えた両手に息を吹きかけて、縛れた体を温めて、が出たっていう生歌でねっていうことなんですね。そうですね、はい、こういう状況だったってことです。え、こういう状況だったっていうニュース。全部迷惑だった。この場合違う、そんなことない。違う生放送で歌われたわけじゃない。お前全部迷惑だろ。ニュース読むのかなみたいな顔しちゃいましたけど、はい、いやいや違います。こんな困惑してないと思う。お客さんはだって歌だと思って喜んだ、嬉しかっただろうな。すごいことですね。これやっぱ今聞くとこうやっぱ松山千春さんの綺麗な歌声でさ、すごいなんか爽やかな感じがするじゃない、はい、あのまあ頑張る歌なんだけど、力強い歌なんだけどさ、はい、これとにかく明るい安村がさ、はい、いるだろ、あいつハワイ一緒に行ったんだけどさ、はい、ハワイのカラオケでさこれ歌うわけ。ハワイでまずこれ歌ってるのがあれなんだけど、そうですね、力の限り生きてやれって噛み締めて歌うのよ。めちゃめちゃさ、あの開拓時代の爽やかなハワイの風の中さ、めちゃめちゃ雪国の石炭掘ってるみたいな、そうめちゃめちゃ息苦しくなってくるんだよ。いやもう歌う人次第だなと思うんだよね。北海道なんでね。一回ブレイクします。さあ、引き続きじゃあニュース、はい、続いてはこのニュース。メイウェザーがマクレガーに TKO で完勝。2年ぶりに復帰したボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーが総合格闘技 UFC の2階級制覇王者コナー・マクレガーを10回テクニカルノックアウトで下し50連勝を挙げました。両者のファイトマネーは100億円以上と言われており、世界的な注目を集めていました、うん、ということです。メイウェザーがコミケ来たらまた文句言うんだろうお前。いや文句は言わない、そういうことじゃないんですね。そういうことだよ、誰来ても基本的にはメイウェザーがなんだっけサークルサークル参加したらメイウェザーがサークルでパッキャオ物語っていう漫画それは買う買う買うって言って追い出すんだろ。追い出さないよ。ボクサーが売名行為だって。ふざけんなお前、メイウェザーだぞ。いやそれはだったら出版社行け。自費出版自費出版すんだ。最近ちょっとやっぱ UFC とかちょっと俺遠ざかってんのよね。まあ俺いや結局ほら俺みたいなにわかは地上波でやってないと見ないからさ。うん、まあ、ダゾーンでやってたよね。
ダゾーン、ね、とかでやってて、ちょっとまあ見るタイミングなかったりして、俺昨日まあひそかに24時間出てたりしたから、ちょっと朝起きれなくてさ深夜に出ました、見れなかったんだけど、はい、すごいね、100億だって。なんかまあ見た人が、まあすごいよどっちも、まあマクレーが負けたけどね、まあボクシングの選手じゃないのにね、ボクシングだけで勝負してるしね、うん、ああそういうこと、ね、そうなんですよ、なるほどなるほど、まあまああんまり語るとまたあのマニアの人たちうるせえから、これはもう知らん顔しとこうなんか歌うものなかったかな。いや歌いたい、歌わない、電力お待ちしてます。お待ちすんなよ、電力お待ちしないんだよ電力。いや夏休みやりますけどね、ラジオ。松崎はなんか好きな歌ないの最近？最近好きな歌はもう本当にアニソンとかしか聞いてないですからね。それでいいじゃん、アニソンしかなんて言うなよお前、そんなお前にヒゲすんなよ。いやいや、それがお前のいいとこだろ。あ、本当ですか、どうぞ。ありがとうございます、どうぞ。ある晴れた日のこと、魔法以上に愉快な、限りなく降り注ぐ不可能じゃないわ。あ、はい。曖昧3センチ、それブニって言わない、キュッタピングが制服、ブニってことかい、ブやっちゃっちゃ頑張っちゃ、だいぶ懐かしい。あのこの間あの SOS 団が再結成されたというか、ね、兄様で、はい、そうなの、はい、それでちょっと、うん、メドレー、春日を、はい、メドレーでお送りしたんです、はい。アニソン特集今送って、ああそうですね、はい、はい。I'm ready, I'm ready, 始めよう。あーなんかこれアイドルマスター、ちょっと短すぎない？あ、なんだろそれ、知らないの、にわか、いやにわか、にわかなのかな、全然知らないじゃん、寂しかし触りしか知らないじゃん。あ、ちょ、いや、じゃあちょっとちょっと長めにいいですか。ごまえウェイ、ごまえ、頑張っていきましょう。一番大好きな私になりたい。テレテテ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 気はじめ、そのメドレーはない。そのメドレーはないね。どのラジオ聞いてもないと思う。難しいですね。どんな優先だって。優先でその流れの曲ない。そういう DJ ないの？ないですね。まあ難しいかな。ない。DJ ミックスないです、そんな。コーナー行きます。はい。一回皆さん落ち着いてください。はしゃいで歌っちゃって。いやいや、24時間テレビはまあお祭りだけど、お祭りじゃないから。まあまあまあ。チャリティーイベントだ。そうですね。あんまりはしゃがないでよ。落ち着いてコーナー聞いて。リクエストが。誰が落ち着いて？街の賢者。はい。はい。あなたが街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらってます。ラジオネーム三平。先週のサンドリで、24時間マラソンのランナーである翔英が、1週間前なのにもう走り出しているという会情報を得たので、その真偽確かめるべく翔英について調べたところ、翔英がおすすめする自分を取り戻すことができる映画、猿の惑星というタイトルの面白そうなインタビュー記事を発見しました。以下翔英の発言です。このシリーズのすごいところが、一作目のニューヨークのラストから最新作までネタを切らさずにワクワクさせながら続いてる点、しかもスケールアップして、僕は猿の惑星を見ると自分にもこんな探求心があったんだと忘れていた感性に気づくなどして、本来の自分を取り戻せています。自分を自分で感じる猿の惑星は、そんなこともできる作品です。アホ、何言ってんのお前は。そう、冗談だ。無理して難しい言葉使うな。
僕みたいなやつがいっぱい出てきて面白いですでいいんだよ。そういうことでもないよ。そんなことよりお前今どこ走ってんだ、うん、まさかまた河合俊一の実家のとんかつ屋に向かっていけないだろうな新潟だろ。それ言っとくけどあのとんかつ屋な2年前に潰れたぞ。あ、そうなの。新潟組んだりで油売ってねえでさっさと半蔵門まで戻ってこい潰れちゃったんだ。そうだね、河合俊一さんのお母さんのね、お店やってましたね。応援メールですまあ応援メールですよ。ちょっと知った激励っていう、はい、そうですね、はい、ラジオネームミヤちゃん。アメリカに40年間毎日1日3本のドクターペッパーを飲み続けてきた104歳のおばあちゃんがいることが報道され大きな話題を呼んでいます。エリザベス・サリバンさん104歳はこう語ります。お医者さんみんなが死にますよと言ってきましたが先に死んでしまったのは彼らの方でした何それ。おい聞いたか鶴太郎そこ行く。お前もさっさとヨガやめてドクターペッパー飲めあんなヨボヨボガリガリのひどい体さらしてまだ健康だとか言うつもりかヨガ中心の生活ってなんだ。健康になるためにヨガやってんじゃなくてヨガやるために生きてるってどう考えてもおかしいだろ元の生活に戻せば逃げた嫁も戻ってくるだろうから二人で一緒にドクターペッパー飲んだらいいじゃないか。てかそれ以前にリアルドクターの言うこともちゃんと聞いとけよって、うん、いいじゃないですかあげときましょう。いやでもすごいおばあちゃんが言うよやっぱりね人間ってそう。いやそれなるべく健康な生活した方がいいのは確かだけどもめちゃめちゃ稀に強い人がいるんだよ。一日タバコ100本吸ってますって全然肺が元気な人とかさ、あー、いますね。それはもう運なんだよなそういうのってな。生まれつきのもんでしょうね。じゃあ俺もそういう風に自由に行きますって言ったらぷっくり死んじゃうしね。そうですよね。そういう人ですよね、やっぱり。ラジオネームね、うん、不可思議ファイヤーボーイいやラジオネームはいいでしょその人なんかあるんですから。ファイヤーボーイファイヤーボーイってあれ笑わせやがって笑わすつもりないと思うんだな窪塚洋介コンテストこと鳥人間コンテストにていやいや違う飛び降りる人じゃないの。東北大学 OB 宮内空のパイロットが好きな女性のタイプを聞かれこんなことを言ってやがりました。そんなものはね有吉さんもう分かったでしょう。彼は間違いなく童貞だ童貞でも空を飛べる。いや童貞だからこそ空を飛べる。俺たち童貞は純粋そのもの。背負うものがないからこそ僕たち童貞は高く舞えるんだ。コツか。お前は童貞じゃないからマンションの9階から落ちたんだ。そうだ羨ましいだろ。俺たちは空を飛べるぞ死んでもらえないよ本当に。危ないです。スピッツもそんな童貞が空飛べるみたいな歌ってなかった。いや童貞じゃないと。チェリーと空も飛べるはずって歌があります。空でしこれるよ。空でしこれるよ。空でしこれるんだ。いやそんなないです。ないですないです。空でしこれるよ。空も飛べるはずでしょ。あそうだっけ。はい、しこれる。本当に間違えてる。空で飛ばすはず。空も飛べるはず。空で飛ばすはず。何してんの。手どこにあんのよ。どうやって飛んでんだよ。ラジオネームブラザーフットオブスティール。ベーコンレタス金髪ワッパーことデーブスペクターが結構いいじゃない。ベーコンレタス金髪ワッパーことデーブスペクターが身長45とかいう雑誌でこんなことを語っていました。僕は日本のテレビ番組において日本ニュースやバラエティは世界的に見てもレベルが高いと感じてます。ただドラマだけは本当にひどすぎる。進歩するどころかどんどんクオリティが下がってる。特にひどいのが役者の演技力。まあ演技のレベルはあらゆる先進国の中でもぶっちぎりで最悪だと思いますね。おいどうしたどうしたデーブ、ずいぶんひどいこと言ってくれるじゃないかよ。演技が下手な大根役者って誰と誰と誰のことだよ。俺には全く思いつかないけどそこまで言われたら気になるじゃないか。まあお前もそう言うけどさ、日本の役者も捨てたもんじゃないんだぜ。牧田やアキラをはじめとする最強アクターが集うエグザイルファミリー。料理もできるし背もでかい個性派デクノボーこと早見もこみち。足を踏み出せば全ての道がレッドカーペットに変わる超一流演技派女優前田敦子佐々木希。
分かったかデイブ、日本の役者なめんなよ、うん、そうだなめんなよ、そうだすごい人たちばっかりだ、ラジオネームブラックさん、女性限定匿名掲示板ガールズトークにてノースリーブで仕事に来る女性について、髪を後ろで湯沸く際など脇が全開の状態となることなどから投稿者を不快に感じているという投稿をしたところ、賛同する投稿と清潔感があれば問題ないという人との投稿が殺到、なんかブスがひがみとかいっぱい書き込みそうな掲示板だなどうせお前ら自分はブスだからノースリーブ着て脇をさらせない、そう思ってんだろ、はあ、お前たちは何も分かってねえな、そんなこと気にせず暑い日が続いてるんだしノースリーブ着て脇さらしてみなよ、そして清潔感があればいいと投稿したやつ、君も何も分かってない、清潔感なんて一切不要、ありのままの脇でいいんです、女性の皆さん暑い季節が続いておりますので、ありのままの脇を我々男性にさらしてください、さらされた脇を我々は凝視します、どんなババアだろうがどんなブスだろうと凝視します、かつて中村アンの脇を凝視して惹かれた有吉弘行氏のように、女性はノースリーブを着て暑さを和らげ、男性は女性のありのままの脇を見ることができる、これぞまさにウィンウィンの関係ではないでしょうかなかなかでも正論だね、これは、うん、そうですね、正論か、いや分かる、分かるっちゃ分かる、以上スネイナイトドリーマーライブオンエア、さあ有吉サンデーナイトドリーマー、もう1時間24時間どうなってるんですかね、全然わかんないです、いやそうですね、もうついたんですかね、ねついたんですかね、うん、まあつくでしょう、頑張ってましたから翔平君とは違って確か結構足取りがすごい軽かったですね、なんかブルゾン、はあ、あそうなんか結構走っ、うん、ついた、あついたついた、なんかね、なんか陸上やってたでしょ、あそうなんとか言ってたよ、そうかそうか、ラジオに時忍三郎 FM 長野、え今年は加山国家元首、谷村最高顧問に加え松山千春国防最高司令官まで来てるんですいや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 、そこは司令官なの、ああそうだな、松山さん、うん、本州な、本州本州は全部火の米だな、本州火の米、本州四国、本州四国九州火の米だな、北海道だって守られてる、さすが千春さん、北海道行きたいな、北海道だけは北海道だけを守ってくれるんだ俺たちの千春さんはお前北海道だもんな、いやお前いいな、いいな、ありがとうございます、さすがだ千春さん、ラジオネーム東北自動車道 F の土地、松山千春さん北海道の観光スポットを教えてください、あ、村井ハウス、あ、知ってる、あ、村井ハウス、あ、胸をハウス行く、胸をハウスじゃないでしょ、観光地で見せないでしょそんなここが胸をハウスだって観光ないよね、ラジオのキリンパ、加山さんって手が大きいですね、手が大きくて得したことありますかそれいや本当にいると思ってんだよ、ね、うん、質問だよね、ただの加山さん聞きたいことを、お前らみたいな犬を潰すのに便利だな怖えんだよな、まとめて潰せるから手で、いやどんな国家を築いてんだこの人、ラジオネームムー大陸 F 香川、加山さんとメイウェザーどちらが強いですか、あメイウェザー君だいいよ終わって、この後も引き続きよろしくお願いいたします、はい、さあ2017年8月27日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間から皆様改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはトップイドワガと優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。
りますと、はい、そうね、広島県、ね、甲子園広陵高校、広島県の広陵高校準優勝だったんですよ、はい、嬉しいな、うん、ホームランすごいですね、すごいです、清原超えてるとかね、うん、あの久々ですよ、こういうバッター系でスーパースターが出てきたの、広島でいうと、あんまりそのなんか突出したスーパースターみたいな選手ってなかなか出てこないんですよ、広島って結構、なんか結構チームプレーみたいなチームが多いんで、ね、こういうの久々だからなんか嬉しいね。なんかでも結構なんか NHK でずっと放送してるからさ、はい、あんまり清原清原とも言えないから、ちょっとなんか変に気まずいよね、清原さん、ああいうことやるとみんなが迷惑するからさ、本当にもういい悪いことしないでほしいね、清原さん、まあね、イメージがイメージあるよね、あんまり清原を超えたとかさ、あんま言えなくなるもんね、なんとなくね、心のままでいてくれれば、ね、なんか NHK でも気遣って清原さんを超えるちょっと抑えめのトーンがあるよね、清原を超えた怪物登場かみたいなのはないよね、やっぱりちょっと言いにくい、ね、清原さん超えましたねなんかちょっと気使うぞみたいな、あれがちょっと清原さん超えない方がいいぐらいの、ねラジオネームね、アシクジータ FM 長野、今日の昼頃長野県松本市川沿いにて翔英さん見ましたこれが信州のおやきってやつかと言いながら河原の石を食べてますいやどういうの、何を間違えてんだよ、誰にもらったんだよ、石食って海に沈められる狼じゃないんだ赤ずきちゃん沈められるのことでしたっけ、何も悪いことしたよ、ラジオネームダマシアスケシン FM 宮崎、翔英さん情報です、翔英さんは、あ、移動手段は一つじゃないよと思いつき、今北海道の遊園地で観覧車に乗っています、今6周目つかないよ、乗り物じゃないこの時間やってんの、ちょっとわかんねえやつだなこいつ飛行機乗んないと、ラジオにニラレバ46、翔英さん、ただいま東京湾で水の中の人手を見てハンドスピナーだと言い海の中へ飛び込んでいました、目撃談はいろいろあるんだけど、どれが真実か分かんないよね、なかなかね、見間違いもありますもんね、まあ、いやきっとあると思うよ誰だよ、じゃあ助けてやれよハンドスピナー人手間違えてるやつ助けてやれまあでもなんかうろちょろはしてるみたいよ、だから意思は持ってるみたい、ね、ここに向かうんだという意思をね、確かにね、ぜひ聞いてほしい、結構なんか昼なんですとかでも結構翔英くんの名前出るとさ、俺結構いじんのよ、はい、そうさみんな結構あちょっと言い過ぎなんじゃないかなみたいな顔するんだよね、俺とあんまり翔英くんのつながり知らないから、翔英くんと俺はゴルゴ一門ですからそれを押すけど、ゴルゴ松本さんの右腕を二人で争った中です、ね、同門で同じ釜の飯を食ったっていうやつ、だから今言っていい、言っていいよ、言っていいっていうか、まあ何言ってんだあいつみたいなもんだよね、あ中尾明さんとほら江守徹さん、江守徹さん何言ってんだバカお前みたいな、悪いバカだぞろみたいなそんなに仲良くないそんなに仲良くかねえ、ないんかい、だったら普通に呼んであげてくださいちょっと私がね、ちょっと以前ね、はい、麻布十番祭りに行ってる芸能人ちょっとおかしいんじゃないかな、おかしいんじゃないかな、はいはいはいね、ラジオネーム大陸 FM 香川、2週間前の放送で怪しいつながりがあるに違いないとのことから、うん、麻布十番納涼祭りに行っているバカの監視令が発令されておりましたね試しに今ツイッターで麻布十番祭り検索したところ、片山さつきさんがトップに出てきた。なんでだよ。やめろよ。何してんだよ。ねえ。何よ。もっと、まあ、松が言ってもいい、もっているはずですよ。まあ、そうですか、ね、別に言ってもいいんだよ、別に。コムケだろうがさ、アンダブ十番祭りだろうがさ、フェスだろうがさ、どこに行ってもいいんですよ。うん、ただおかしなやつはどこにでもいるよって片山さんじゃなくてね、ってね、いろんな、そういうことですか。あとはもう、でももうこれで夏終わりだね。そうですね、うん、なんとなく、うん、まあ暑い日は続くだろうけど、まあ一段落っていう感じじゃない、お盆も終わって、うん、まあもう夏休みも終わりで、
うん、何にもないだろ我がは。いやそうですね、お前もさっきディレクターさんが、うん、そのサライ歌ってるのを聞いて、うん、ああ1年早いなっていやそれ正月に言うことですよ年末とかね、まあ、1年っていうのは早いな、1年って早いなって思うか去年のサライから今年のサライまで、あそうだな、それでなんか1年測ってるんで、そうだな、でもリスナーの方もそうなのかな、そうだな、やっぱ国家元首のサライ聞いて終わりだなと思うんじゃない、いつも夏の終わりっていう感じしますね。お前はでももう夏終わったらじゃあもう何もやることないのか、なんか目標とか。目標だからキングオブコントの決勝が、あそうかそうか、うん、まだいつだ、準決勝が9月7日とか、9月7日とかもうそろそろじゃないか、うん、そうですね8日7日、はい、あそう、はい、ちょっとえ次で、次が準決勝です、次勝てば決勝、決勝です、おお決勝なんとか行ってなあ、せめて足跡残してほしいな、爪痕、いやもう爪痕というかもう、うん、僕は、うん、キングオブコント、うん、優勝します、負けへんのおい殺すぞ、なんでスレイドリーマーライブオンエア、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ続いてにわかは語るでございます。にわかの皆さんが自由気ままにいろんなことを語ってくださっております。はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。いやーやっぱみちょぱ最高だな。みちょぱの作る料理が一番なんじゃないかな。いろんな料理作るやつらがいるけど、日本で一番の料理人は間違いなくみちょぱだね。そう。あ、いやみちょぱってあれだよ。最近流行りのギャルじゃなくて、あの道場六三郎のことね。言わねえわ。言わねえわ。道場六三郎はみんな昔からみちょぱって呼んでるからね。何せんの？みちょぱは料理の鉄人でも無敵だったし、みちょぱの包丁さばき天下一品だもんな。みんなも今後のみちょぱ応援してあげよう。そ, うそれもうあそっちのみちょぱ風じゃんだっていやいやそっちのみちょぱいないんだよ、みちょぱって呼んでんの道場だからな、道場みちょぱ、まあまあまあ、そんな可愛いあだ名つけないで、ロクさんとか呼ばれてんじゃなかったかな、なんかね今そっち親しみ込めてるんですかね、そうだな鉄人酒井とか陳金ちゃん呼んでんだろうな、あみちょぱみちょぱ今日みちょぱかみちょぱ強いな、ラジオネームクレイジークレイジー、やっぱ時代は HG だよね、 HG を中心に世界が回ってるって感じするよね、え HG が誰かって、いやそれは星野源に決まってるでしょ決まってねえわ、 HG って本当に何でもできちゃう、演技もいい、歌もうまい、それに加えておしゃべりもできちゃうなんてすごいよね、で俺に言わせればそんなマルチさがHG の長所であり弱点でHG って言うな、語弊を恐れずに言うなら器用貧乏って言うのかな、これからは HG にしか出せない色出してほしいな、ね、HG って呼ぶな、ややこしい、せいせいですねそれが HG ですよね、せいです、レジェンドおまっとさんでした、あそうマクドナルドの呼び方論争が起きてるみたいだけど実に滑稽だね、マックとマクド、うん、どちらも間違ってるし、そもそもマクドナルドっていう言い方も違うからね、マクドナルドの正式な言い方は、うん、ミクダネツミから始まるミから始まるそう正しい発音はミクダネツなわけ、海外の人のほとんどはミクダネツダネツわかるけど日本だけでマックだのマクドだの言ってんの本当恥ずかしい、海外に行って恥かかないようにな、ミクダーナツ恥かくってそれ日本で恥かくじゃん世界は知らんがあげとくミクダーナツピーナスですねそれはベニスはピーナスあそうなんですか、これは川北真由子ちゃんにも、はい厚切りジェイソンにも確認してます。CM 中に確認してるの。そうなの？ペニスの発音はピーナスでいいですかって。大丈夫なの？そんなこと聞いて。ラジオラッパーザキバチョフ。結局まあクラブが一番面白いのよ。
この楽しさ忘れず、この楽しさを知れずに死んでいくやつかわいそうだね。クラブって言ったらすぐにドラッグやってるだとか、タトゥー入れまくってるやつらがいるだとか、ランクをプレイしてるだとか、危険なイメージがあるけど、そんなクラブはクラブの中でもたったの6割ぐらいじゃないか。クラブの良さは音楽に乗れて女くどけることだよね。俺は怖くて2時間しかクラブに行ってない。クラブは最高だ。俺たちと一緒だろ。価値観一緒だよ。想像で。ラジオネーム千本ノック。あ、でもお前ら二人がクラブ行ったらマジでもうネットで叩かれるな。来たよ。だから花から行かねえ。売名公約来たよ。いやいや、だからクラブカルチャーを使って売名しようとして。いやいやキモい。いや、有名人がコミティ来たみたいな感じで叩かないです。そんな陰湿なのクラブ行く人。なんかもっとパリピじゃないの。ラジオネーム千本ノック。今日はドレッシングを語る気分だから語らせてね。一番おいしいドレッシングは何なのか、そろそろ俺が決めちゃうと思う。一番おいしいドレッシングはね、すりおろしオニオンドレッシングなんだわ。略してすりおに。いくつもドレッシング見てきたドレラーの俺が言ってんだから間違いないよな。あれはほんといろんな野菜に合うし、なんて言ったってキノコに合うんだよ。キノコに合うドレッシングって他にある？キノコにシーザードレッシングかけたことある？ないよね。きな粉にごまドレッシングかけたことある？ないよね。そういうことなんだよ。きな粉に合うドレッシングイコール最強のドレッシングだから、要するにすりおにが一番おいしいドレッシング。まあ異論はないだろうね。きな粉が好きなんだよ俺。最近ちょっとハマってる人参のやつね。人参のドレッシング人参すってあなんか玉ねぎとかあとなんかお酢で混ぜたやつ、あれおいしいね。甘いやつなんかねえ。キモオタがよ。いや結構ドレッシングなんだお前。ドレッシングのせいか入ってくんない売名行為かい。おい、売名じゃないですけど。おーおーおー、出たキモオタがドレッシングで売名行為ですか。いや怖い。逆じゃないよ。なんそんなあげとこう。売名さしてなんなら。ドレッシング好きマットさんでした。今の子たちは花見と聞いても、まあ、ピンとこないと思うけど、当時の浜見の人気すごかったよね。3枚目のアルバムがミリオンセラー記録してレコード大賞3連覇。まあ、浜見は歌だけじゃなくてファッションもすごかった。女の子はこぞって浜見のファッション真似してたよね。そんな彼女らは通称ハミラーって呼ばれてた。これからも平成の歌姫浜見の活躍期待したいね。答え言わない。浜崎あゆみさんでしょ。浜見って言わないでしょ。浜崎あゆみ。お前らなんて言うの？あゆっていうの？にわかなんで。浜見でしょ。にわかのコーナーでしょ。浜見のハミラーって何ですか？アムラーでしょそれは。あゆらも知らない。もうそんなあったっけ？こんばんは浜見でーす。言わないよ。浜見です。浜見です。自分で言う。なんであんたら元気がないね。浜見だよ。いや言わないよ。いや言わないよ。本物だって思わないもん。なんでよ。自分で言わない。フランス人形みたいな。そちらフランス人形みたい。フランス人形。そちらは泥人形みたいな。浜見だよ。誰のつかみ。浜崎さん。あげとく。俺だよ。お松さんでして2枚かな。じゃあごめん、2枚でエンジェルにしよう。じゃあ。パン。また面白いな。にわかやめようかなと思ったけど、また最近ちょっと面白いな。やめときなくなるの一番困るんだよ。盛り返してくる。盛り返してくるのやめてほしいんだよ。いいじゃない。面白い。どうしようかな。ラジオネーム、団子4兄弟。世界陸上も終わったことだし、今日は彼について語ろうかな。彼は誰だって？もちろん短距離界のレジェンド、ウサイン・ボルトね。ボルトって聞いて何を思い浮かべる？ 100m 走？それともあの独特のポーズ？どちらも俺に言わせりゃ全然にわか。ボルトの本当にすごいところは 200m 走出身ってこと。つまり 100m 記録なんてただのおまけ。 200m の記録や走りにこそ俺ら陸オタは注目するわけ。
でも世間では 100m 走の結果が注目を集めてるじゃないかって意見あるよね。確かにメディアは 200m は 100m ほど報道されないけど、それはぶっちゃけ尺が長いから。でもだって 200m って 100m の倍じゃない。だからこそ俺はより長く彼の躍動する姿を目に焼き付けられる 200m 走をしたいね。いやマジでやめて、この本物いやそうマジで本物の人お断りしてるからそれはオタクの方にね、うん、そうですね、オタクでいい、ね、確かに本物どうしようかな、あれしようかなラジオネーム、あ、そうか、日記行こうかな。あ、はい、そろそろ日記、皆さんの日々の出来事を教えてもらっています。はい、ラジオネームシドジェットキリュウ。土曜の牛の日だったのでスーパーでうなぎのタレ買ってきた。うなぎは高すぎるので代わりに喪服のベルト焼いてタレかけて食べた確かに喪服のベルト使わねえだろうしな。そんなな。いや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 。そんなないですよ。そんな喪服用の。まあまあまあ確かにそんなに。最悪ベルトしなくてもいいじゃん。まあまあ。上着で上着で隠しゃいいんだよ。隠れますからね。賢いなこいつら。いや賢くない。知能犯だ。いや食っちゃったんですよこれ。牛側だ、食えるじゃないんですよ。ラジオネームメイドメーカー。今日は久しぶりに地元の友達と飲みに行った。急に友達に、おい、てかお前まだ童貞だろって言われたから、ちげえわ、月4でやってるわって嘘ついた。月4っていうのは我ながらリアルの数字だったと思う週1でいいよ月4だね。ラジオネームイーグル。ゆりかちゃんにツイッターでブロックされたので、俺をなんでブロックしたのかゆりかちゃんのバイト先に聞きに行った。バイト先の店長に今日は休みだよと言われた。でも多分嘘だって、ゆりちゃんの自転車店にあるし、名探偵の目はごまかせない怖っ犯行予告、これ証拠だからただの怖っ確かに不利になる、裁判で不利になるってやつを送ってきちゃってるけど犯罪者っていうのはやっぱり何かを残したいんだよ逆にだな、ね、うん、ラジオネーム三平。15年ぶりに靴読めなくなっちゃう読めなくなっ15年ぶりに靴を買いに行った分からんでもないけどな一番丈夫な靴をくださいと言ったら、ごついスキーブーツをおすすめされてから4万円で購入色が落ち着いたマットブラックだからスーツにもよく合わねえめちゃめちゃ面白い。エンジェルあげた。パン。15年ぶり靴買っててもわかんでもないな。まあ、いやそんなもんですよ。お前もそうだろ、なんかそうですよ。そうでしたそうでした。以上です。Day Night Dreamer Live on air.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております、有吉ゆきサンデーナイトドリーマーです。今日のメールテーマ、まあ、24時間絡みね、ちょっといろいろと募集しております。もうブルゾンちゃんはゴルシャだね。はい、はい、ですね。あ、発表の時見た？発表は見てないですね。見てない。俺発表の時だけ見たら。ああ誰だと思った？予想は。予想してた？あ、でも僕は三浦アナウンサーな。ああ、そうなの。なんかイメージしたね。へえ。前見たらなんかみやぞんがインタビュー受けて、ああ、みやぞんってこともあんのかって。なるほどね。いろいろと。あ、やったね。うん。まあ。ブルゾンちゃんが走るどこは置いといてさ、はい、まあ、ツイッターとかさ、はい、あとテレビの放送とかでもさ、はい、ランナー俺かなとかさ、ランナー私かな、準備できてますみたいなさ、はいはいはい、こと言ってたやつマジでちょっとリストにしてほしいぐらいだね僕見つけたのは広瀬アリス小梅太夫武井壮さん。リスト作るな
そのではそういえば決まったのかなと思ってツイッター見てたんですよ。あ、そしたら、はい、あ、いるなやっぱりな残念だなラジオネーム池井 FM 三重有吉さん、先ほど半蔵門前で翔平さん見ました。お、え、お、しかし急にお腹が痛くなったらしく、うん、家のトイレじゃなきゃうんこできないと言って自分の家に向かっていきました。どんなボケ期待しただろう。何、小学生かこれ小学生からの目撃情報じゃないんだよラジオネームクラウンマジェスティ FM 岡山、先ほど翔平さんの応援行ってきました。差し入れに蜂蜜レモンを持って行ったら、レモンなんて酸っぱくて食べられないだろ、ふざけるなと怒られました。めちゃくちゃだなあいつ死ねばいいせっかく、確かにね、もう善意でしかないな。まあでももうビール飲みたい時間だぜ、そろそろ時間的には時間的には着いてからにしろよ目的地があるんだから、ここ来てくださいよ。なんで着く前にビール飲んじゃうんだよ。10年ペガサスキッドジュニア FM 岩手、24時間ランナーブルゾンテルエイこと翔英さんですが、現在山梨県勝沼でブドウの木を蹴ってハマグリを取ろうとしています。残念ながらハマグリは取れず、収穫間近のブドウの実がポタポタ落ちてしまっています。翔英さんは今年も俺ハマグリ取る、俺頑張る、ブドウ館目指す、ブドウとハマグリ取る、ブドウパン食べると叫んでいます。ブドウ館とブドウパンを間違えているようです。エンディングまで間に合うか分かりません。ハマグリどっから出てきたんだよ。ブドウパンはいいけどな。ラジオネーム、うん、黒猫ヤマト、はい、黒猫トマト、はい、FM 長野、現在松山千春さんは北海道のバーでウニをつまみにタンタカタンを飲んでいます。現場からは以上です。千春さんの情報は千春さんの現在募集してないですよ全く。ラジオネーム、北海道のバーってウニあんの。タク吉村 FM 長野、有吉さん、屋敷鷹人やっぱ好きやねん、お願いします。でも一度やり直そうって平気な顔をして、今さら差し詰めすげえな、振られちゃうやねん、いけるな、あんたわがままな人やから。ラジオネーム。やっぱ好きやねん。言ってくんねんだ。曲言ってください。はい、海を愛す国家元首、加山さんの名曲です。海、その愛。海に抱かれて。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.com/dreamer Stay Night Dreamer。 さあ東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行とトップリード和賀と優しい雨松崎がお送りしています。続いては祝辞弔辞、いろいろとフォーマルな席の挨拶が僕できないので、うん、ちょっとそろそろお前らもどうせできないの。できないですね。そうですね、もじもじして、はい、もじもじするだけやろどうせ。いやでもそうでしょうね、ごにゃごにゃ喋って終わりだと思います。そうなんか、言っちゃいけない、祝辞だ弔辞なのにもう途中であるスマホ見て。いやそんなことない、オタクイコールスマホ見てるラジオネームラッパーザキバチョフ、今日は片岡鶴太郎さん130歳の誕生日パーティーご招待いただき、誠にありがとうございます。まさか、62歳の時に言っていた目標の125歳を超える、130歳に、なるなんて思ってもいませんでした。しかしここに至るまでに片岡鶴太郎さんには様々な困難ありました。皮と骨の気持ち悪い体を世間にさらし、ヨガ中心の生活で奥さんや子供から見捨てられ、汚い醜態をさらしてみんなから笑われるという困難を乗り越え、言い方、ついに130歳になることができました。片岡鶴太郎さんはヨガで痩せに痩せて、今現在体重が 0.0001g になり、もはや髪の毛よりも細くなってしまいましたが、130歳のお誕生日おめでとうございます。軽っ、そうやって発見するんだよ。いかにアリエッティみたいな。
どうやって発見すんだよ。軽いな。飛んじゃうよ。ラジオネーム三平。妹よ、インスタデビューおめでとう。ブスで貧乏なお前が裸一貫インスタ界に乗り込むなんてびっくりだよ。ブスの自撮り写真ほど迷惑なものはないし、ブスが食ってる飯の写真も、ブスが食ってる、ブスが塗ってるマニキュアの写真も、うん、需要はゼロだよ。ブスが綺麗な風景写真アップしても傷口に塩を塗るようなものだし、おしゃれな人とつながりたいとかいうアホなハッシュタグつけて洋服の写真載っけても似たような体型のブスが集まってくるのがオチだ。そんなゲルブスの最前線にいるお前がどう戦うのか興味深く見守っていたんだが、一発目からデカ乳首のドアップで攻めてくるとは思わなかったよ。いや、さすが俺の妹だ。お前は立派な作詞だよ。もちろんいいね押させてもらった。玉袋の写真だけを毎日アップし続けている日めくり玉金カレンダーというアカウントが俺だ。フォローよろしくな。二人でインスタグラムひっくり返そうぜ。バカじゃないよマジで。何やってんだ兄弟で。何なのこいつ。いやあげとく。何の祝辞なの。でか乳首で。祝辞ちょっと続きますけど、ラジオネームラッパーザキバチョフ。皆さんご入学おめでとうございます。この高校で3年間学び、さまざまな出会いを経て人として一人前に、成長してくれることを願っています。ここで皆さんは疑問に思うでしょう。どうしてこのスピーチをしている人は全裸なのだろうと。その理由は私が変態だからです。あなたたちにチンコを見られているだけで、私のチンコはフル勃起してます。隠せ。皆さんはここでまた疑問に思うでしょう。え、あれでフル勃起してんの。シシトウみたいなのに。その理由は私のチンコが小さいからです。私はこの学校に縁もゆかりもございませんが、あなたたちの未来明るいことを願っています。いい加減してくれよ。つまみ出されるだろう。なんでここまでできてるんだよ。そうだ、そうだ、おかしいだろ。5秒で退場だ。ちょっと続きます。ラジオネーム三平。この度イケメン漁師の鮫島、健一君と魚屋のあゆさんが結婚されるということで、アイデアを練りに練って、巨大かまぼこのような面白スピーチを完成させてまいりました。バカ言っちゃうだよ。笑いどころを逃さぬようしっかり聞いてください。言っちゃう、ね、それではいきます。本当におめでたい。タイですね。きっと二人は毎日キスをするんでしょうな。キスです。いいよ説明。私もあゆさんみたいな華麗な人にカツを入れられたいものです。タイとカレーとカツとタイです。言わなくていいんだよ。あゆさんに責められたならなかなか行かないわしみたいな男でもすぐ行っちゃいます。いやいや、祝辞を忘れてるよお前。行かないよし。ます。いやそこじゃないです。内容の話、はい、もし人手なしの健一が浮気をしたら、えいこのタコめ実家に帰るぞと脅かしてやってください。人でなしたらえいタコ帰るさい。いや帰るさい、帰るさい。なしなんだよ。以上です。パッと見笑ってる人は一人もおりませんが、よかった。帰宅した後急に壺に入る可能性もありますので気をつけてくださいね。本当におめでたい。
ツボに入るのタコみたいなことじゃないの？そこ言ってくんねえんだ。やばいったなぁ。ちょっと上げすぎかなぁ。いや、エンジェルだな。これはエンジェルだな。いやしょうもない。めちゃめちゃ危険な祝辞だったな。ね、目的忘れてましたもんね。途中ね、下ネタみたいな。ラジオネーム葉脈、この度はご結婚おめでとうございます、これからは、これから二人には、山あり谷ありのことでしょう、ここで小話を一つ。まあまあまああるか、袋とか、ね、ある町に一人の怪盗がいたそうだ。そいつに盗めないものはない。でも金目のものは取らないそうだ。そいつは若い人妻のパンツを狙う。そう、俺の履いてるパンツもお前の奥さんのやつだ。俺はこれを置かずに4回はしこったぜ。なんか照れくさいな。結婚本当におめでとうございます。じゃないよ、告白だよ。どうした？罪の告白だよ。どうしたん？今日調子いいな、みんな。あげとこう。ちょっと今日いっぱい出ちゃうから、またちょっと山川に機嫌悪くなるだろうな。あ、数えますからね。お手紙書かなきゃいけないからな。ああ、なるほど。いや、ちょっとでも面白いな、今日な、またな。うん、あ、どうしようかな。一旦やめようかな。調子もないわ。以上。さあ、続いてオタク。我が松崎オタクですから、はい、まあ、当然オタクのリスナーの皆さんもいますし、オタクのことは何も知らない人もいますから、何でも自由にオタクに関することなど、うん、はいはい、来月もあ、お前らなんでだってな。あ、はいはい、はい、そうです、はい、ちょっとイレギュラーだから、はい、だからまだオタクの質問続くんだな。そうですね、はい。まあでも松崎はちょっとどうしようかなと思ってるよ。あんまりあのコミケに芸能人が行ったりしたら結構あの冷たいこと言って追い出したりするから、いや、僕あんまりちょっとこの FM 局の中にオタクの人入れたくないなって思いあるけど。え、お前らがそういう風な手段に出るんならな。手段に出るには出てないんですよ。いや、僕は何も言ってないですよ。いや、言ってんのと一緒だから。いや、一緒じゃないよ。なんで、お前らだって一括りするじゃないか、芸能人。いやいや、しないでしょ。それ人によって違うでしょ、そりゃ。そうですよ。一括りだろ、どうせ。芸能人って。いや、俺も一括りでしょ、オタク禁止 FM に入って。いや、だからなんで芸能人をコミケに来んなみたいに、オタク FM に来んなって、うん、一緒だね、やってること。排除だろ。いやいや、はい、いや排除しないでください。しないでよ、じゃあこっちだって。いや、したくないよ、もういいんだよ、ね、みんなやめてね。そうやって訴えていかなきゃ。いや、もう、はい、内側から行かないとさ、外側から言ったって何にも、だって、まあ確かに反発になるだろう、うん、はいはい、いや、何っつって、はい、内側から改革していかないとな。まあ確かに、まあまあ、それはあると思いますね。感じてほしいな。松崎ってやらなきゃ。俺だけの話でしょ、その人結局。俺だけの話でしょ、それ。結局一人に攻撃しちゃうから。ラジオネーム東北自動車道。好きな女のアニメキャラのことを俺の嫁っていう人たちって、うん、その嫁のプリントされた T シャツよく着てますが、はい、うん、自分の奥さんがプリントされた T シャツ着ていて恥ずかしくないんですか？まあ、まあ、なるほど。まあ普通だったそうだよね。はいはい。まだ、まあ、西川清志郎が西川ヘレンさんの T シャツ着ないわな、普通。まあそうですね。はいはいはい。うん、だからまあアピールしたい人はまあそういうことをまあやりがちですよね。何のアピールなの？その、いや、僕はこのキャラ好きだよって、まあ嫁だよっていうのを、まあこのキャラ好きだよじゃダメなのね。もうちょっとアピール知ってもらいたいんでしょうね。誰に？世間。世間？世間というか、あと、と、街ですれ違う仲間。仲間が、うん、あの、うん、今通り過ぎたあの人も同じキャラ好きなんだって思いたい、うん、みたいなのはあると思います。
まあ全身に入れ墨入れた人たちと一緒だよな、腕から入れ墨出してる人たちとな。なんで出してんの、そんな入れ墨怖い。いやそれだって仲間がいるときちょっとタトゥーどうしてよ、入れてんねタトゥーっていう。お前らが大嫌いなタトゥー入れてそうな人たちと一緒だけどね、言ってることはな。いや大嫌いだからバカにするなよ、タトゥー入れてる人のことも。いやバカにはしてないですよ、タトゥー入れてる人のこともバカにするなよ。いやバカにはしてない、はいはい。そうでも怖いもんなそれだと、まあ、みんな怖いか、そういう怖いよそれは。そう、ね、俺らだって怖いよ、その、うん、三浦梓さんの T シャツで俺にグッと迫られてきた入れ墨と同じぐらいの怖さあるってことだけは分かっててくれよ。そんないや可愛いでしょ、だってそれは入れ墨だって可愛いじゃないか、だって柄によりますよ、柄によるって。そりゃそうだろ、一緒だろ、だってやってることはな。はあ、まあまあまあ、ラジオネーム弟子の正彦、お二人が大好きなキャラのフィギュアを目の前で僕のアナルに入れたら怒りますか。怒るよそりゃ、怒る、もう怒るでしょ、怒る、怒るかな、怒るっつうか、なんだ、何し、あったかそうだなとか、えキャラに、おい、あったかそうだなあ、よかったなとかさ、どう、なんかどう、どう、聞かない、聞かない、聞かない、怒る、それよりは怒る、いや笑うのかな、何してんのって。ラジオネーム三丁、オタクって無駄にプライド高いのなんでですか。そうなんですか。高いね確かに、まあ、そこしかないからでしょうね。そこしかないというのは、そのオタクの知識をもう否定されたらもう何もない人たちはそういう傾向にあるかもしれないですね。あ、まあ一緒か、入れ墨入れたい人たち一緒に従いますけど。まあ一緒かもしれないですけど。まあいや一緒だと思うよ、多分それは、ね、やっぱどっかやっぱ寄り所だからね。はい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 、はい、それはよく、うん、ファッションっていうところと一緒、うん、アニメオタクとなんか、ね、特攻服着たような暴走族みたいなのが同じ、いや一緒一緒だよ、みんな言いますからね、寄り所が武装してね、はい、みんな同じですよ、それはよくわかりますよ、それは、うん、歩み寄ってる感じはしますね、頑張ってくれ。ラジオネームね、サイン Z、 松崎さんは去年のアフタートークで、はいはい、君の名はの CM を見ただけで泣きそうになったなとおっしゃってましたが、はいはい、君の名で一体何回しこりましたか。君の名はでってこと、言うんすか。いや、まあ、正確な数字はあれだけども、それは、まあ、お前なりの言い方でいいけど、でも片手程度ですよ。それは何カッコつけてるんだ。それがプライドなのかな。ねえ、片手程度ですよって何。今まで何人の女と付き合ってるの。まあ片手ですよって何。君の名はで何回しこっとる。片手。君の名でし、それで。俺はよくわかんないけど。そうなの。いや、まあそういう、あの思い出してとか。シーンを。そんなのあったっけ。あのバスケしてるシーン完全絶対ノーブラだったんで。あのすごい、そうやってやっぱ想像していかなきゃいけないのか。そうしてた、はい、なるほど。中に男の子入ってるからブラジャーとかつけないんです。なるほど。その揺れ方は完全にノーブラでした。そういうもんなのか。はい、じゃあ我がはでもあれか、じゃあ、あのなんだ、あのジグザグジギーとかさ、はい、あのジグザグ、はい、なんだなんラブレターズとか、ラブレターズとかでオナニーすんの。いやしないですよ。コント好きだから。カモメンタルとか。いやしないですよ。なんだろう、カモメンタルのコントでオナニーするんですか。だからコント、まあアニメ好きだからアニメで、うん、いつもコントコントって言ってじゃん、なんていう。いやしないし、そんな、何、浴場するものしか言っちゃいけないですか。いや、そうなんですよ。いや、俺はそう思って、なんか、コントコントって言ってから。いや、違う。ああ、誤解だな。誤解があるな。いや、そんなコントで。ハマカーンとかじゃないんだろ、だから、その、漫才じゃない。ブラマヨとかじゃないんだよな、だからな。いや、俺、その、いやー、ハマカーンではちょっと抜けないんですよって僕言ってた。TKO さんとか。いやだから抜かないですよ、コント。TKO さんでは ?TKO さん。ない。なんで俺、TKO さんで熟女コント、熟女コント師みたいな。熟女コント師じゃねえし。熟していくかもしれない。そんな後ろシティとかなら、あ、そうだね。いけそうじゃないですか。いや、いけないわ。なんで後ろシティのコントで。そんな片手で収まる程度。吉本系。いや吉本系とかで、俺ファンじゃねえから。俺やるのファンじゃねえから。何のコントでじゃあ抜いてんだよ。抜いてねえ。
カッコつけてんだね。なんでコントで抜くんだよ。自分のか。自分の。自分のコント。いやー、受けた、気持ちいいってなんで俺抜くんだよ。ブレイク。Stay Night Dreamer Live on air。ありがとうございました。急なんだよ、本当にくだらない人間の方が私の方が地位もね、意識も、力を持った人間に、口を聞けるチャンスを与えてます、いつもね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。来年君たちが、戦艦甲子丸の全力の爆撃攻撃からもし逃れ、だから北海道にでも逃れることができさえ、生きてたらまた来年お会いしましょう。いや、千春さんのおかげで北海道免れた。いい今日はね、メールはね、全部みんな結構面白かった。今日よくあったのがね、ラッパーザキバチョフと、じゃあ三平さんは、じゃああれ、なんかあのまだグッズ何個なんかあるんで、じゃグッズ送っときましょう。マグカップはないですけど、グッズの方送っときます。はい、メタン。こちらでもね流れてますね。ゲスの極み福君 FM 岩手、どうもブルゾンちえみです。この番組からお便りをいただいて元気が出て感想できました。本当に感謝ありがとうございます。届いたんだ。ちゃんと届きましたね。送っといてよかったね。送った。ライそしてまた福島 F 麻布十番祭りで検索したら川崎真由さんいたらしい。調べるんじゃないよ。でもマユさんはいいよ、別に。そうだもん。マユさんいそうだね。ということでね、もう24時間テレビも終わってしまいまして、こちらも終了ということですけどね。翔英くん、ちょっと残念ながら、ま、ちょっと時間内にはゴールできませんでしたし、ちょっと未確認情報なんですけども、はい、交通事故に遭われたと。いやいやいや、何があったんだよ。ちょっと大型のトラックとのちょっと接触事故があったそうで、今ちょっと、病院の方に向かっておりますんで。向かっております。病院に向かって運ばれております。病院になっちゃったんだ。病院にあのご自身で向かっております。救急車を呼べ。救急車を。ちょっとぜひね、ゴールできなかったわけですから、はい、ネットでね、叩いてほしい。そんなパーソナリティーか。やめてくださいね。頑張ったって言ってあげましょうよ。ということで、またぜひ来年もお会いしましょう。皆さんが生きてれば。お相手は有吉弘行とトップヒーローあがと優しい阿部松崎でした。また来週お会いしましょう。さようなら。